ゲオセール速報でーす。遅くなりました。たまちゃんは爆睡中でございます。ゲオセールがですね、本日から始まっております。動画アップね、遅くなって申し訳ございません。7月21日の日曜日まで、やっておりますので、ぜひ行ってみてください。今回はですね、9日間のセールになりますんで、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。で、詳しくね、今日も見ていきましょう。ゲオセールね。それではね、ゲオセール見ていきたいと思います。7月13日から7月の21日日曜日まで、やっております。本日からね、やっておりますので、時間があればちょっと見に行ってはいかがでしょうか。任天堂スイッチからね、見ていきたいと思います。また、ちょっとね、市場の相場価格とね、比べていきたいと思います。スーパーマリオパーティーですね。よいしょ、これか。これがですね、ネット相場よりもだいぶ安い、1000円くらい安いんじゃないかなっていう価格になってるんで、ちょっとおかしいなと思って調べたんですけど、これはね、ゲオの方がだいぶ安いと思います。次がですね、ポケットモンスタースカーレット。こちらがですね、ネット相場通りぐらいですね。ネットの方が、まあ、200円ぐらい安く買えるかもしれないですけれども、まあ、ゲオで、現物見て購入できるんで、ゲオの方がいいんじゃないかなって気はします。スプラトゥーン3ですね。こちらはですね、ネット相場通りですね。ポケットモンスターシールドですね。こちらですね、ネットの方が200円ぐらい安いかなっていう価格帯になっております。次ではね、次ですね。モンスターハンターライズ。こちらはですね、ネット相場通りぐらいですね。太鼓の達人、任天堂スイッチバージョンってやつが、ゲオの方が200円ぐらいネットより安く買えると思います。毎回言ってますけどね、最安値を探してったら、もっと安いところがあるかもしれないです。だけど、まあ、ゲオで状態見て買えるんでね、まあ、ゲオで、値段が近ければゲオで買った方がお得だと思います。で、次がですね、釣りスピリッツですね。こちらがですね、ネットの方が500円ぐらい安いですね。で、マリオエースは、ゲオの方が200円ぐらい安いと思います。次、動物の森ですね。動物の森が、ゲオがね、これ値上がってんだよね。釣りスピリッツもそうだけど、ゲオのね、今までの最安値よりもね、だいぶ上がってるんですよね。500円上がってます。で、こちらがですね、ネット相場通りになってますね。次がですね、ファイアーエムブレムエンゲージ。こちらがですね、ネットの方が400円ぐらい安いかなっていう価格になっております。これもね、値上げてるんですよね、500円。なので、ネットの方が安くなっちゃったっていう感じです。星のカービィ Wii デラックス。こちらはネット相場通りですね。これもね、500円値上げてるんですよね、今までの最安値より。で、桃太郎電鉄、昭和令、平成令和も定番。こちらがですね、これか。ネットよりも200円ぐらい高いかなっていう感じです。で、次、マリオカート8ですね。これもね、500円に上げてて、400円ぐらい、ネットより高くなっちゃってます。で、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、ティアキンですね。こちらはですね、ネットの方が300円ぐらい安いかなっていう
価格になってます。で次ですね、次がフェイトサムライレムナント、ね、これね、500円今までよりも安くなっていて、でその分ネットよりか、まあ、300円ぐらい安く買えるっていう状態になってます。ドラゴンクエストですね、こちらはネットよりも、300円ぐらい安く買えると思います。これ値が下がんないですね。で次 PS5 ですね、見ていきたいと思います。 PS5 はですね、ジェダイですね。こちらネット価格よりもね、だいぶ安くて1000円ぐらい安いんじゃないかなっていう価格帯になってます。これ1000円値下げしたんですよ、今回ゲオが、昔の最安値の時より。なので、まあ、その分ね、だいぶ安くなって買えると思います。次が、すいません、咳が出そうでね、我慢しながら話してる、すいません。次がですね、ファイナルファンタジー7のリバースですね。これもね、1000円値下げしたんで、800円ぐらい安く買えると思います。うん、増えちゃった。今回 PS5 のソフトがね、だいぶ安く買えると思います。コールオブデューティーモダンウォーフェア2。こちらがですね、これもね、1000円値下げしたんですけど、これは相場通りですね。バルダーズゲート、こちらはですね、2000円値下げしています、今までの最安値より。で、700円ぐらい、ゲオの方が安いかなっていう感じです。ディアブロ4、こちらがですね、ゲオ値下げしてないんですけど、1000円ぐらい安く買えると思います。次が、フェイト、サムライレムナント。これは相場通りですね。値下げもしてないですね。ドラゴンズドグマ。こちらはですね、500円値下げしました。今までの最安値。それでも、900円ぐらい高いです。ゲオの方が。グランツーリスモ7。これはね、値下げなしで相場通りです。で、次、鉄拳ですね。鉄拳8。こちらは、ネットのより、まあ、200円ぐらい安く買えるかなっていう感じですかね。次、ストリートファイター6。これネット相場通りですね。じゃあ PS4 見ていきましょう。PS4 ですね。こうしとこうか。PS4 の価格が、ファイナルファンタジー7のリメイクですね。こちらは、500円値上げたんですよね、今までの。最安値より。で、ネットの方がかなり安いんで、1000円ぐらい。高くなっちゃってますね。で次が龍が如く8ですね。こちらがですね、ネットより300円くらい安いかなっていう価格になってます。テイルズオブアライズ、これがですね、1500円値下げしまして、ゲオ今までの最安値より、それでもね、300円ぐらいゲオの方が安いかなっていう価格帯に収まってます。次、e ベースボールパワフルプロ野球ですね。こちらね、なんか相場値上がったんだよね。なんかちょっとね。で、そのためね、ゲオと同じ価格帯になってます。相場通りですね。ロストジャッジメント。こちらがですね、ネット相場通りです。バイオハザード。のリメイクの4ですね。これは、ネットの方が、300円ぐらい安いかなっていう感じになってます。す
いません、もうなんか咳をねすごい我慢しながら今話してもごもごってなっちゃってすいません。ちょっとねまだね喋るとね咳が出るんですよ少し。プレステの方はですね、まあ大体相場通りかなっていう感じですね。若干あのバッテリー強化版の、このスイッチの方が、まあネット相場より3000円ぐらい安いかなっていう感じですかね。うん。まああとは一緒ですね。それでは、あの店舗のセールね。ちょっとそれも覗いていきたいと思います。それではね店舗のセールを見ていきたいと思います。こちらはちょっと数が多いんでねネット相場と比較しないんですけれども、欲しいものがあったら、ぜひゲオのアプリでね在庫があるか調べられるんで、それから買いに行くといいと思います。それではまずスイッチ、どうですかね、なんかお買い得そうなのか。あ、ちなみにねゲオはね最後の10円と1円の桁が99って99円ってなってるのがかなりお買い得な商品なんで覚えておくといいと思います。あ、マインクラフトがね、3278円。ホグワーツレガシーが6028円。ん？そうだね。ピクミン4が4378円。遊び大全、こっから下がらないね。3278円。あ、ドラゴンボール Z のカカロット4928円。風雷の試練64928円。マリオ VS ドンキーコング3828円。世界一の迷宮、これ面白かったよ。6028円。これも価格下がらないね。あ、プリンセスピーチ、4708円。あ、これね、今税込みです。このショップのやつはね、税込みなんだよね。全部税込みにしてほしいよね、チラシもね。まあ、安く見せるためにしょうがないんだろうけど。リングフィットアドベンチャー、3828円。これはちょっと高い気がすんな。超探偵事件簿レインコード2178円。これいいね。帰ってきた名探偵ピカチュウ、これはね新品買った方がいいと思います。そんな値段変わらないんで。次がねイース10ですね。こちらが5478円。ウィニングポストだいぶ安くなったね。3278円。ライザのアトリエが、4708円ですね。で、次がじゃあ PS5。ライズ・オブ・ローニン。Z バージョンですね。5478円。あとは、そうだな、この辺はさっき言ったやつかな。スパイダーマン2、3828円。コールオブデューティーモダンウォーフェア3が、4928円。サッカーのゲームですね。スポーツ FC24、5478円。FIFA の23、
こちらが1628円。これ安いかな。どうだろう。うん。あと、エグゾプライマル。これが、あれかな、PS5 で一番安いかな。1078円ですね。うん。次がですね、PS4 見てみましょう。ゴースト・オブ・ツシマ、2178円。ドラゴンクエスト11の S じゃない方ですね。1408円。ホグワーツ・レガシーが4378円。ペルソナ5・ザ・ロイヤル。2728円。アークですね、こちらが4378円。デス・ストランディング、1078円ですね。よいしょ。あとは変わらないか。いかがでしたか？欲しいものありましたか？7月13日、本日から始まってます。動画がね、ちょっとね、上げるのが遅くなっちゃって申し訳なかったです。で、7月の21日まで、ゲオセールやっていますので、3連休ね、ぜひ、まあ、3連休過ぎても、ね、ぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。それからですね、ゲオの、ゲオストアっていうのかな、でもセールしてるんですけれども、まあ、それ以外にですね、新しく出たね、こちら、かっこよくないですか、イヤホン。これね、ゲオストアで購入できるので、ぜひ、イヤホン探してる人は、どうですかね、これを機に購入してみるっていうのは。これね、最近出た新商品なんですよね。すごくデザインが良くないですか？ちなみにね、発売日はね、7月12日より。あ、今日か。あ、違う、昨日か。だからね、やっております。なので、気になった方は、購入してみてはいかがでしょうか。非常に、デザインが良くて、価格帯も安くて防水で低遅延ということで。私もね、ゲオのね、安いイヤホン使ってるんですけど、結構、まあ音にこだわらなければ全然問題がないかなっていう感じですかね。あとね、ちょっと咳を我慢しながら話してる関係で、ちょっとお聞き苦しい点があったことはね、申し訳ないです。ゲオセールね、今後もね、追っていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録して、お待ちいただけたらと思います。あと、ゲオセールが、まあ、ゲオストアでもね、やってるんで、18日までかな？やってるみたいなんで、そちらもね、見てみるとお買い得商品があるかもしれないです。それでは皆さん良いゲオライフを。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。本当に動画が遅れたこと申し訳ございません。それではまたね。